ピンチなゲームをしていきたいと思います。いいですか、女の子を交えて。あ、ピンチなゲーム、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。長谷です。はい、ということで今回は童貞のデート第2弾バトルガイドル SET48 です。よろしくお願いします。今回ね、このスピンズ同士ペアちゃんとデートしてもらいます。はい、意気込みですか？意気込みお願いします。僕が世界中の女性を魅了したいと思います。映すな映すな、ダサくなんだろ急に。はい、頑張りたいと思います。はい、お願いします。はい、まあ竹下通りって結構短いんで、はい、言うて多分意外と短い歩いて戻ってきちゃったらすぐ終わっちゃうから、だからあ、ごめんなさいね、画角何にも意識せず。何系食べたい？え、甘い系。いちご飴とかでもありやん。いちご飴？ここはいちご飴かな。あ、違うわ。いちご飴じゃない？オッケー、クレープ。クレープ多いね。なるほど。あると。これ、竹山通りやったっけ。竹山通り。でもすごいよな、童貞のアイドルって。本年な有名な方ですからね、今回。有名な方です、今回。今回ちゃんとインフルエンサーやから。ポテトの長いやつを食べることにしました。これ。あ、入れそう。こんにちは。すごい長い。頑張ります。これを食べます。はい、いただきます。どうですか？何がですか？デートは。A、今のとこ。楽しいですね。楽しいですね。なんか酒井くん黒人に連れられてるけど、酒井くんが今黒人に連れられていったけど。ちょっと待って、緊急事態。酒井くんがおらんかった。酒井くんどこ？酒井くん。酒井くん。酒井くん。何してんの？怖いって、なんなの。お願いします。ありがとうございます。こちらで寄ってください。ありがとうございます。買いました。買いました。早速ね、いただきたいと思います。うまいとくー、めっちゃうまい。高見くん、ここから次の予定とかあるんですか？次どこ行こうみたいな。代々木公園行こうと思います。ああ、いいじゃないですか、代々木公園。小娘どうすか？小娘ですか？小娘。え、かわいいです。やってね。いちご飴大好きなんですよ。なるほど。何でお前反応するの？そうです。いや、いちご飴にこだわってた理由が好きだからなんかって固定になってました。ちなみに原宿来てやりたいこととかあったんですか？食べ歩きとか。今幸せ。幸せ？好きな男性のタイプとかあるんですか？消極的な人。どういうこと？ナンパとか声かけとかしない人。フレンドリーじゃない人。なんていうの、誠実な人って感じ。あ、まあそう。浮気しないってこと？どういうタイプ？僕ですか？僕はやっぱり親友で。ちなみに女の子のタイプは、そうですね、やっぱ尊敬できる人。可愛いですね、一応はめくって一生懸命ね、はい。はい、ということで、デートどうですか？あ、非常に気まずい。でもね、ちゃんとリードはしてる？なんかできないね。デートは一応初めて。いや、初めてではないんですけど、そうですね、なかなか、ね、難しいですよね。まあ、でも、前回も一応童貞のデートしたことあるんですよ。あ、そうなんですか？よりかは全然いいと思う。よりいい？全然いいと思う。どうすか？
楽しい時間。引き続きデートの方よろしくお願いします。はいはい、タイトルね、食い始めました。めっちゃ時間が時間が戻せる。はい、ということですね。はい、え、普段動画ってどのくらいのテンションで話してるの？なんか内容とか、なんかそう下寄りなのか、うん、あ、全然普通にエンタメ寄りで話してる。もう一回やって。電話。え、ちなみに童貞アイドルってどうですか？え、一回、うん、TikTok で、うん、あのおすすめで回ってきたことがあって、おで、そこから、うん、え、こんなアイドルおるんやと思って、うん、ちょうど童貞とデートっていうので探してた時期やったから、うん、ぴったりちゃうかなっていう。あ、童貞とデートって定番企画があるんだ。そうそうそう、第2弾だけど、シリーズ化していきたいなっていう。あ、地獄の企画だ誰が楽しみにしてるのかわからないどこの層を狙ってるの？なんかデート企画ってさ、徳川家康さ、コムドットの山手くんがやってたら見て、見た見た。そう、あ、いろんな人でやってるよ。浅草とか。あ、浅草はね、いいよね。浅草デートっていうのが定番なんかなと思ってた。竹下通り多いから。あ、浅草も人多いよ。そうなん。でもただ美味しいスイーツだったら浅草が、あ、また天下が。また天下。天が落とした。浅草の方が美味しいスイーツは多いイメージがすごい。浅草って雷門？雷門もあるし、あと浅草寺もあるし、なんだかって上野とか近いからなんとかなれちゃう。上野って何か？上野動物園とか博物館あったり。そうね。いいね。竹下通りは終わった。ここからね、代々木公園行きたいと思います。はい、代々木公園にやってまいりました。初代々木。ただの公園です歩くとか嫌じゃないですか？うん、全然嫌じゃない。そういう人が特に、ね、すぐ隠る人いるからね。全然大丈夫で、大丈夫、私はなんで見せたのいい感じにベンチがありますよ、うん、はい。ちょっと一回僕はふほんいながらちょっと上着を着てもらいます。寒そう。ちょっとおっ、はい、何小声がリアル。初めて竹下通り行けて、うん、あ、一眼目も食べれて、うん、大満足。本当ですか？ずっと昔からポテトステーキさん行ってて、はい、すごい大ファンだったんですよ。全然でいいんですけど、今度よければ一緒になんか LINE とか交換して、はい、お食事行けたらなって思うんですけど。いいですよご飯ですよね。ご飯みんなで行くってことですよね。あ、そうそうそうですね。あ、全然。あ、じゃあ今僕なりの告白だったんですよ。ネットフリックスで出そうぜ。サブスクにしよう。2時間ぐらい見れるよ。ほら、2時間見れるでしょ。これもう2時間見れる。全然見れる。ドラマ化しようぜ。これ8話構成、20分8話構成。ネットフリックスで配信しよう。見れる見れる。寝る前とかずっと見れる。若い。